なれなかったけど、その当時はずっと2位になってて、ほんでまあずっと現在に至るまで何回も再リリースしたり、レイ・チャールズさんまでもがね、カバーされましたね。主題歌になったりしております。ということで、ちょっとテイストをこれも変えまして、いとしのエリー。どうもありがとう。